はい、今回のテーマとしてはバックショートを試合で活用するための考え方について解説をしていきたいと思います。ペンホルダー選手の特徴ですよね。シェイクハンドにはないボールを作り出すことができるこのバックショート、今ではペンホルダー選手は裏面打法を使うべき、そう言われることがほとんどだと思います。ただこのバックショートを活用することによって、無理に動くことなく、得点につなげることもできますし、試合に有利に立っていくことができるんですよね。ただ使い方を間違えてしまうと、このバックショットというのはやはりシェイクハンドに比べて攻撃力に劣る技術になってしまい、狙われてしまう弱点になる恐れがありますので、今回は私個人の考えになるんですけど、バックショットを試合で効かせるためにはここを意識したいといった考え方について解説をしていきたいと思います。その一つ目としては、まずは打法のバリエーションを作ってもらうということです。バックショットという技術はやはりこう引いて押す、引いて押すといった押し引きの技術であり、ボールが直線的に飛んでいく、こういったボールがほとんどだと思うんですよね。そのボールって初めはシェイクにないナックル気味のボールだったり、飛びにくい弾道になって効いてくれることはあるんですけど、慣れられてしまうんですよね。慣れられるとやはりちょうどいいところで失速してくる内側のボールになってしまうことがほとんどで、ショートが狙い撃ちされてしまうんですよね。そこで大事になってくるのがバリエーション。バックショートというのはやはり威力はシェイクのバックに比べて落ちるものの、このバリエーションを作れるというところがすごく魅力的なんですよね。バリエーションといえば、ショートの中にナックルショート、そして横回転ショート、また伸ばすショートであったり、様々な打法があるんですよね。でそれをしっかり用いて自分の中の引き出しを作ってもらえれば、相手に合わせてボールの変化をつけて、慣れさせない工夫ができるんですよね。表ソフトの選手でよく思い込みがちなのが、やはりナックルが出しやすいから、そのナックルショートだけに頼りすぎてしまう。でそれもやはり怖いんですよ。初めは相手がボトボト落としてくれるだったり、練習で結構相手がミスをしてくれる、そこで気持ちよくなってしまって、いざ試合に臨んでしまうと、序盤はリードしていても逆転負けをしてしまう、相手に慣れられて負けるといったことが起こりかねないので、ショートをしっかり試合で使う上ではこのバリエーションを作るというところをまず一つ目に意識するようにしましょう。そして二つ目としては、長短の使い分けをしっかり行ってもらうということです。ショートが狙い撃ちされる多くのパターンとして、台との距離を取られるんですよね。確かに前に張り付いている状態だとバックショートがすごく効果的で、相手の嫌がるボールを出しやすいんですけど、ちょっと台から距離を取られてしまうと、やはりボールが失速しやすい分、狙い撃ちをされてしまうことが多くなってしまいます。でそこで短く落とす技術というのをしっかり取り入れていただきたいです。先ほどお伝えさせてもらった、横回転ブロックでもいいですし、ちょっとカットブロック気味に自分から回転を加えて短く落とす、こういった技術を一本取り入れてもらうことによって、長短の変化をつけることができ、相手のミスを誘うことができるようになってきます。また長いボールですよね。長いボールでもいわゆるプッシュショート、しっかり押し込むようなショートを取り入れてもらうこともやっぱり大事かなと思います。バックショートはやはり守りの技術やから、打たれる打たれる打たれる、それをしっかり止めるっていう考えは悪くはないんですけど、試合でショートをしっかり活用させようと思ったら、自分から押し込んでいくショートも覚えてもらった方がいいです。そのショートというのはギロチンプッシュであったり、ドラゴンプッシュ、様々なやり方があります。でそのやり方の解説は私も動画で出させていただいておりますので、ご視聴いただければいいかなと思います。大事なことは一つだけにならないこと、相手に慣れさせないためにこの長短というところも焦点において考えてもらうと、1試合を通して効く技術としてショートを考えることができるようになるかなと思います。でこの前に落とすということがやりやすいのもやはりショートの特徴かなと思います。ラケットを横に滑らして落とすことがシェイクハンドに比べてやりやすいと思いますので、ただ短く落とすだけじゃなくて、その短く落とす技術の質というところにこだわってもらうと、よりバックショートの極めがいがあるかなと私は思いますね。そして3つ目としては、ミドルというコースを活用してもらうということです。バックショートを使うときに、バックダーバックだけではなくて、フォアにバックに振り回すということを考える方は結構いらっしゃると思います。バックショートという技術というのは、腕の押し引きやからストレートに狙いやすいといった利点があるので、それを活用することは全然悪くないんですけど、これもやはり相手もそう思ってるんですよね。
ペンホルダーの選手はストレートにプッシュをやってくる。だったらそれを待ち構えて打ち返してくる。そういったことも起こりかねないので、私が第一にしていただきたいのは、ミドルというコース。このミドルというのは、相手の右ポケットですよね。ただ、台の真ん中を狙うのではなくて、相手の右腰ぐらいを狙ってバックショートを送り込んでいく。これがすごい大事なんですよね。でバックショットというのはやはり変化がつきやすいであったり、ナックル気味のボールを送ることがやりやすい。ナックル気味のボールがミドルに飛んでくると、それをしっかり持ち上げるのって難しいんですよ。シェイクハンドのような綺麗な全身回転でミドルに送るのも悪くないんですけど、やはり当てたら返ってしまうボールなので、慣れられるとやはり簡単に利用されてしまうんですよね。ただナックル気味のショートで相手のミドルを的確に突くことができれば、相手が持ち上げてくる。でそのボールを両サイドに振ります。ペンホルダーの特徴であるストレートへのプッシュを行ってもらうと、よりショートの特徴というのをしっかり活かしてラリーを組み立てることができますので、ショートでラリー戦に勝利した、ラリーで自分が有利に達したいと思っている方は、このミドルというコースをしっかり考えて戦術を組んでもらうことはとても大事になってきます。特に両ハンドを振ってくる選手にはこのミドルは超効果的ですので、意識をしていただきたいポイントですね。そして最後4つ目になってくるんですけど、ショートから自分が攻めていく強打の展開までをしっかり作ってもらうということです。バックショートだけでいろんな変化をつけて自分から得点しに行くこともいいと思うんですけど、やはり最後はフォアで打ち切るための展開も自分の中で用意しておいてもらった方がいいですね。そのやり方はどのやり方でも構わないです。ショートで押し込んで次のボールを回り込むであったり、ストレートにプッシュしてかけさせたボールをカウンターするであったり、短く落として相手が前に入ったところを自分が次フォアで仕掛けていくであったり、裏面打法を振るであったり、様々なやり方があるんですよね。いくら技術の引き出しがあるといえど、攻撃力というのはやはりショートよりもフォアハンドであったり裏面打法の方が勝っています。そこを活用できるのであれば活用したいんですよ。完全にショートだけになってしまうと、一歩間違えるとブロックマンになってしまうので、行けるときはしっかり行くんやでといった自分の中のまだ引き出しですね、そこを用意しておけば自分の中でも強気なプレーができるようになってくるんですね。ここのバランスがすごい大事で、攻めなあかんと思うからといってフォアフォアフォアになるのではなく、このバックショートという技術を活用して自分が決めに行くフォアハンドを展開に持っていけば、展開を作ることも楽なんですよね。ショートは守備、フォアハンドは攻撃と分けすぎてしまっている方ってこういった傾向があると思っていて、どっちかに偏りすぎてしまうと、それはそれで魅力があるんですけど、その分弱点も生まれてしまう恐れもありますので、自分の持っている引き出しをしっかり活用してもらって、自分が攻めていく、点を取れるだけの展開を作ってもらうことが、やっぱり私は大事かなと考えております。まとめとしては、私の中でやはりペンホルダーを使うからには、裏面だけじゃなくて、やっぱりバックショット使ってほしいんですよね。今の時代だからこそバックショートがすごい効果的だと私も思っていますし、バックショートはバックショートにしか出せないボールというのがやはり存在しますし、そこを取り入れて卓球を作ってもらうことによって、自分自身の独創的な卓球も作れますし、ペンホルダーの長所というのを最大限活用することができるんですね。これはもうペンホルダーの裏ソフトでも表ソフトでも共通している部分だと思いますので、そういったペンホルダーの良さを生かしながら、新たな裏面打法とかそういったところを捉えてもらうのが、一番良さが出る考え方だと私も思いますので、今回のショートの考え方、皆さんの参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。